こんにちは。今お昼です。ソフトバンクの株価について予測してみました。どうですかね。私1500から1700の間でレンジになるよって思ってるんですが、皆さんもそう思うでしょ？思うでしょって。権利落ちが29日来ますよね。どの程度落っこちますかね。で、これで1500がしっかりサポートラインにね、サポレジ転換してくれりゃこっちのもんよね。そうするとね、上が1700、下が1500のレンジがね、形成され、これまでがさ、1300から1500だったのが、ワンランクアップするんじゃないかなって、そんなお話でございます。はい、運命の配当値、今度こそですよ、期待まんま。過去ね、失敗したからね。で、今、ご祝儀相場でしょう。でね、アメリカ市場がね、崩れるところがぐっとこらえて、で、下手すりゃ崩れるからね。だから崩れる前に何とか今こそですよ。今こそレンジアップを図ればいいな。でね、ソフトバンク自体は上昇トレンドで、半値押しになって耐えてくれりゃいいなって、ここの話をしたいわけですね。どのぐらいまで落っこちますかってね、1500は死守できるのかと。でね、悲願の IPO の壁の打破ね、打ち破れってね、過去をちょっと振り返ってみましょうね。せっかくさ1500円超えてもまた元に戻ってきてるのよ。理論通りにはいかないよねって話をちょっとさせてくださいよ。そしてね、1500から1700円にもそろそろ移行してもね、おかしくないというか、移行するよっていう話です。はい、来週の配当値が過去最大のチャンスだよってね、ことを考えてますね。今ご祝儀相場だよ。米国市場が崩れる前に、アメリカ崩れるとやばいもんね。まあね、9月ですよ。例によってアメリカ弱くなっちゃったね、今年もね。はい、サクッといきます。日経225、ご祝儀相場で三役好転中でございます。これ、地高スパンが価格の上、転換線が基準線の上、ね、いい感じですよね。で、価格は雲の上にあるという状況でございます。落ちてきたけどさ、日経225、ぐっとこらえたね。3分の1押しぐらいかな。一番高いところからさ、一番低いところの3分の1ぐらいで上に弾んでくれてよかったね。2万9000円ぐらいがだいたい半値押しなんですけども、まあ、3分の1押しでよかったよ。で、ほら、3万円をちゃんと超えてきてくれましたと。ほんと菅さんのおかげと言ったらあれかな。本当にご祝儀相場でさ、盛り上がってますね。いっぱいいいこと言うからさ、候補者4人の方がね、そりゃ上がっていくでしょう。でね、来週が勝負ですからね、水曜日29日ね。まさにさ、その、決まんでしょ、総裁選のね。結構ね、まあ、来週は追い方ですよ。で、誰になったっていい感じだっていう感じになるんじゃないかなと思うからね。でね、ダウはちょっとそんな感じじゃないのよ。ダウがやばかったのね。これ三役逆転したんだよね。しっかりほら、これ地高スパンが価格の下でしょ。で、雲をね、価格が下抜けちゃったし、転換線が下、基準線が上ね。でさ、これ3万4000円のところで、直近安値がちゃんとここでサポートしてくれて、なんとか生き返ったって感じなんだけど、これね、ダウ理論って他にあるでしょ。ダウの他にね。それで言うとね、これトレンドが下なんだよ、下降ラインなんだよってね、ことをちょっと確認しましょうね。やばいダウもセーフだった。セーフっていうのが3万4000下抜いて大崩れしなかったってことね。直近したんで生還って感じで、しっかりこれ下降トレンドにはなってるよってことはね、考えなきゃいけませんね。ちょうどここより似てるんだけど、一番直近で危なかったのね。これね、雲を下抜けしてないから今回の方がやばいんですよ。で、雲もね、こんな感じでねじれちゃってるし、さてさてと。それでね、この3万6000円を抜けてって、はい、3万6000円ここか。3万5000円を抜けてって、3万5500円あたりを超えてくんないことには上昇トレンドになりません。ここいらね、3万5000円ちょっと抜けたあたりで下に来ると、上値切り下げ、下値切り下げになって、しっかりダウントレンドになっちゃうわけですよね。
そうなるともう上昇終了って形ですよ。はい、S&P500 はダウよりはマシって感じ。これ下値で抵抗線でしっかり支えてきたんだけど、今回しっかり下抜いちゃったからね。雲の先っぽもちょっと危ういね。今はどういう状態かというと、トレンドがなくなっちゃったっていう状況です。これね、三役の逆転直前で持ち直したって感じ。ちょこっとまた地高スパンが価格の上に出てきてね、一旦雲に潜ったんだけども雲から出なかったね。ただ転換線はね、基準線の下に今来てますからね。9月は弱いね、やっぱりね。下降トレンド にはまだなってないって感じなんですけどね。どうかな。はい、ダウ理論から言うとさ、ね、この4550を上抜かないと続かないわけですよ、上昇トレンドね。下値がうまく切り上がってきてます。上値もね、切り上げてきてるじゃない。さーてと、新高値の更新になるかってね、いうことが上昇トレンドになるかってところにかかってるんだけど、もうそろそろきついかなーってちょっと思いますよね。はい。ナスダック、こちらがね、一番まあ3指数の中じゃいいんだけど、三役好転がね、ギリ崩れているっていう感じなんですね。これがさ、綺麗なトレンドが出てるわけでもなくてさ、ここね、ほら、転換線が基準線の下に行っちゃってるからもうね、なんかね、また元に戻りそうな雰囲気あるけれども、今はもうトレンドがない状況ですよ。だって転換線と基準線が絡み合って上行ったけどまた下抜いちゃってるからね、もうもつれちゃってるの。こういう状態じゃもうそのトレンドがどうこうっていうことは語れないわけですよね。上値が抑えられて下値が切り上がるような三角持ち合いの状況があったわけですよ。そこをね、上抜いていったんだけどまた下がってきまして、もみ合いって感じになってますよね。ただ下降トレンドではないです。トレンドがないっていう状況ね。それでこちらもこれ同じような感じで、15,575 ね、このポイント、まあ、いわゆる新高値の更新なきにしない場合、ね、ここ上抜けない限り上昇は終了って感じね。下値切り上げ、上値切り上げられるかな、どうかなっていう感じですよ。まあ、年末にかけてさ、これから上がっていくっていう期待がね、あるんだけれども、毎年そうそううまくいくもんでもないしね。難しいよね。テーパリングなんでしょ？ 11 月発表なんでしょ？その噂だよね。織り込んでるって言うけどさ、市場は。いや、それはわかんないからね。あ、中国恒大はね、まあなんとかこらえた感じ。さあ、これからどうなるよってね。いずれにしても早いタイミング、29日でしっかりさ、1500円のサポートでソフトバンクグループが上に行ってくれるような感じになればいいな。だから来週中は持つからね。これ見ればね。大崩れないからね。はい。じゃあそれを踏まえ、上昇トレンドで反応し耐えろって話ね。基準線が半値線で、これは動きが予測可能だよって。なので、どのぐらいまで落ちるかなってことが予測できますよって話です。はい、ソフトバンクはいい感じ、三役好転中、いい感じですね。転換線が基準線の上にあり、地高スパンも価格のはるか上と、ね、雲もうーんと下ですよ。だいぶ余裕がある感じですね。でね、これ26日間でモデルを作ってるんですけれども、地高スパンからね、これ価格を26日後ろにずらして地高スパン書くんだけど、ここから線ピュッと引けばいいわけですよ。ボリンジャーバンドをこれ示しもう重ねて作ってるんですけれども、ボリンジャーバンドの真ん中が、ね、移動平均線になってまして、この基準線が26日、すなわち、一目均衡表のこのそのベースが26日になってるから、それに合わせて移動平均線も26日にしてるんですけどね。これね、上に行くような感じはするんだけど、どのぐらいの角度になるかのか分かんないわけですね。なんでかというと、ほら、これからこの一日一日、このロウソク足が計算から消えてって、で、新しい足が入ってきて、移動平均線になるわけですよ。で、この低い値が消え、高い値が入ってくるんで、まあ、上向きにはなるんだろうけども、角度が分かんないもんね。
でね、移動平均線ってサポートラインになるじゃない。だからね、使いたいんだけども予測する上では難しいわけですよ。同じくね、基準線というのは半値線で、半値戻しだからね、一番高いところからのね。だからね、半値押しだからね、まあ、ここもね、しっかりしたサポートラインになりやすいわけですよ。で、基準線においてはね、来週29日どうなるのかってことについて予測がつくわけですよね。で、移動平均線だとよくわかんないところが、配当はちどこまでよってところで、基準線の線を予測することができるから、まあそこぐらいまででなんとかね、許しちゃくれるんじゃないかなっていうことを理論的にね、ちょっと考えることができます。それをやってみましょうね。で、大前提としてね、29日の配当値なんですけども、この予測する場合、ガーッと上がってたりガーッと下がってたりする場合は難しいわけです。でね、そのボリンジャーバンドってほら、過去のこの、これ26日で作ってありますから、26日間の価格のバラバラの変動具合がこのボリンジャーバンドの幅になるわけなんですが、これね、このバンドワイド数って、これね、あの楽天のマーケットスピード2だと、パッと見てさ、これ線が開いてるんだか狭まってるんだか分かんないじゃん。で、ボリワンの、ね、幅が見れるんですよ。で、これ、いいってやると、ぴょこっと出てくるんですけども、ここでもピークは過ぎてるわけですね。で、来週の水曜日だから、これに3本足がつくんですよね。月か過ぎてね。で、水曜日、配当落ちたから43以上は落ちるでしょうってことが分かるわけですよ。で、この幅がね、こう、落ち着いていく感じになってくんないことに予測が立たんのよ。で、急騰しまして、ガーッと幅が広がってきました。ピーク迎えました。で、安定化しますよと。じゃあ配当43出るんだねって。で、基準線はどうなのよっていうような感じのサポートが、あ、これ効くなーってね、そんなような予測が立つよってことが、このボリンジャーバンドが落ち着いてくれて価格の変動が安定化してるってことを前提にして考えていきましょうってね、まあそんなようなことでございます。はい、配当落ちはどこまででしょうねってね。はい、ちょっと囲ってみました。基準線をもう一回復習しましょうね。26日間の一番高かったのと一番安かったのを、足して2で割る、だから最高値最安値の平均を伝えるのがこの白い基準線でございますよと。この囲った四角形のちょうど真ん中なんでですね、で、これが毎日前にずれてくって感じなわけですよ。なので、ほら、この下が抜けてって、この上っていうのは新しい価格がこれを超えない限り動きませんからね。26日間の一番高い値段はそうそう超えないでしょうね。まあ超えてくれれば嬉しいけど。で、下のところっていうのが、これが毎日毎日抜けてんですけども、ほぼほぼ同じぐらいでしょう。だからちょっとガタつきはするんですけれども、おおむねさ、基準線っていうのは横に引けます。これ同じ長さなんですよ。このぐらいのところで抵抗線が引けるわけですね。予測ができるのがね、基準線のいいところで、これが直近高値からの半値押しなんで、半分まで下がっちゃったらね、そりゃね、ここでね、抵抗線になるよね。で、足3本後ですよ。マイナス43、配当払われるね。それ以上に下がるでしょうね。でね、理論的な話をしますと、基準線、半値押しのサポートは効くでしょう。それはそこに至るまでに抵抗があるんですけれどもね、さすがに半値押しでぐっととどまるでしょうと。で、28日は配当狙いで、そこに向けて株価が上がるかもしれませんねということで、今のこの価格よりももうちょっと上がる可能性があるわけですね。となると、43以上って言ったって、この株価が上がっていきますよ。もしかしたら1600円あたりまでいくかもしれませんね。で、そっからさ、この半値押しのラインっていうのが1540円ぐらいなんで、まあここ4日、上の方で止まってくれるんじゃないかなって。1540円ぐらいで止まるって言ったら、これ余裕じゃないのってね、そんな感じになるわけですね。どうですか？
ただね、理屈は1500円割ることはないよっていう感じなんだけどもね、現実は理論通りにいきません。過去失敗しちゃったなっていうのがあるわけですね。悲願の IPO の壁1500円を今度こそ打ち破れってね、いう話です。ちょっと復習しましょうね。カレンダー確認しますよ。はい、株主名簿の書き換えって2日かかるんで、28日に買っちゃうと名簿に載るものが2日後の30日ね。で、翌日になっちゃったらもう売っちゃえばいいわけですよ。で、2日かかるから名簿から落ちるのが1日だからね。30日が権利確定日で、この日に株主名簿に乗っかってる方に43円の配当が支払われるわけですね。で、権利付き最終日、この日までに購入するぜってことで、まあ月か株価がかかることがね、期待できるわけですね。で、権利落ち日はもうこの日だったら売ってもいいから29日にガックンと下がるわけですね。まあこんなような作りですよ。だから29日、30日、ね、で10月1日あたりの株価の変動をしっかり見なきゃいけないわけですよね。で、21年3月、直近の権利落ちの時もちょっと見てみましょうね。これも復習ですよ。ここが4月1日ね、3月31日ね。これで、はい、こんな感じで1500と1450、1400に補助線を入れました。これでね、はい、43円支払われたんで、権利落ちってね、1500円あたりまで行ってるから、1457円でいいはずなんですよ、落ちるとしてもね。ただね、しっかり1450円を割れて、その後横横になっちゃってるでしょう。で、結局ね、1400円あたりまで落ちてるわけですよ。100円弱ですね、落ちました。はい。でね、2019年9月の権利落ちも見てみましょう。こっから高配当が始まったんですよ。で、この19年の9月のね、権利落ちがすごい重要で、1550円あたりまで上がって、このまま上に行ってくれりゃいいのに、どのぐらいまで落ちるかなってね、権利落ちでね。そういうことだったんですよ。今度こそ1500円をしっかり上を抜いてそのまま戻ってくるなよって、落ちじいちゃやだよって眺めてたんですけどね。どうなったかと言いますと、ほい。はい、落ちました、ストーン。直近高値からね、どんだけ落ちたかというと、1550円だったんですよ、ここ。それが1464円まで落ちて、ざっくり90円ぐらい落っこっちゃったんですね。当時の年間配当が85円でしたよって。だから半年分しかもらってないのに1年分以上下落しちゃったわけですね。まあ、2倍の落ちがあったわけですよ。今回どうだろうねってね。2倍だから90ぐらい落ちてもね、まだ余裕はあるわけですけども、ちょっと油断になりません。で、すぐにね、こう上がっちゃきたけど、やっぱりずるずる下がっていって、でね、もうしっかり1500をね、もう抜いちゃって、なかなか1500円の壁が破れずに現在まで至ってきてるわけですね。こんなことになっちゃ嫌だよって思ってるわけですね。今回再びまた沈むのかなって、そんなことはないよねって祈ってるんですけれどもと。はい、じゃあレンジアップの話しますね。1500から1700円の新しい時代に移行してくれるんじゃないかと。200、100、100、200ってね、レンジがアップしてくるような状況を確認しましょうね。はい、これ100日をベースにしたボリンジャーバンドと100日をベースにしたチコースパンです。チコースパンって簡単ですよ。現在の株価を100日過去に移動させただけですからね。はい、でね、高配当株です。ソフトバンク、だんだん畑みたく綺麗な階段を上るような形で株価が上がってるってことを確認ください。補助線入れました。1500と1300です。これが200ってやつですね。ここレンジになってますよね。これ値段の幅が200ですよ。年間配当の2倍です。だからもう妥当だね。で、ここなんですけども、これ素金下げのところです。大型 PO もあり、ここも異常値と思って売った方がいいと思いますね。でと、それからこれ100円ぐらいを、これ1400円なんですが、ここをぴょこっと上がってきたわけですね。
で、また元に戻るかと思いきや、また一つ上100円、1400から1500円のところで、ここでね、100円の間で、こう、うねうねという感じでね、レンジになったわけですよ。そして今回上抜いたよってね、菅さんありがとうって感じでピョコッと来たわけです。今ここにいるわけですけれども、どうですか？年間を考えてみてくださいね。ここ200のレンジでうねうねしてたわけだから、今後はね、1500円から1700円の間でレンジになってくれればいいなってちょっと思うわけですよ。でね、ほい。レンジ幅なんだけど、まあ年間200ぐらいがいいのかなってね、半年だったら1100だけどってね、こんなことを考えてるんです。でね、とにかくね、IPO の壁ね、レジスタンスだったのを、サポレジ転換で、今度こそサポートになってくれりゃいいな、過去みたく、一回超えてもまた元に戻るようなことがなければいいなと思ってます。そうするとね、レンジの幅が上にどんどんとね、だんだん畑で上がっていって、1600でまたうねうねし、そして1年あたりを考えると、まあ、上値1700円ぐらいで落ち着くのような感じがするわけですよ。ね？ねって。はい。でね、1500ってさ、IPO の時のしこり玉がいっぱいあったんだけども、見た感じも消えたんじゃないかなって思います。やっと呪いが解かれた感じしますよね。でね、年100のレンジってっていうのはちょっとね、よろしくないというか、なんか違うよねって思うのは、配当がね、86円出るわけですよ。配当そのまんまのレンジなんてさ、ちょっと違うよね。まあさ、お金払うわけだから、そんだけ株価落ちますよね。利確してるようなもんなんですよ。で、ガンと落とした分、だって利益の 85% 配当しちゃうんだもん。配当したらまた稼いで、また配当したら稼いで、でさ、株価の上下があるんだけど、配当まんまなのレンジなんてちょっと違うよね。だって海外進出とか新事業とか一生懸命努力してるんだもんよ。それ上がってこんなきゃいけないもん。でリスクをね、取って事業やってるわけですよ。リスクって下がりの方向も上の方向もあるからね、価格変動ってことですね。だからリスクを取って上に向けて行ってくれりゃいいわけだけど、その変動幅っていうのは、今回しっかりさ、1500をサポートラインとして、新しいレンジの幅で、頑張っていってくれるんであるならば、年間200ぐらいが妥当かなって思うわけですね。過去のデータを見てもそんな感じでしたよね。まあ、配当が86円出ます。で、大体まあ2倍ぐらいね。まあ、ざっくりね。で、1500が下値、上値が1700って感じで、また1年ぐらい、一つ上の段階で、レンジになってくれればなって。で、そんなような感じで、毎年毎年さ、ワンランクずつ上に登っていくような感じがいいんじゃないでしょうかねって思ってます。あ、聞いてくださってありがとうございました。それではこの辺で失礼いたします。ごきげんよう。